続きましては、毎度私この宮内家さんにお邪魔するときに大体必ず1曲、神戸のシンガーソングライターマスターこのアンジュにいつも聞いてますよね、誰も知らないと思います。そう、秋元隆さんという方がいらっしゃるんですが、どなたか知ってる人は手を挙げてください。やっぱり誰も知らない。一人知ってた。一人知ってた。いやいや、常連さんですから、ね、あ、そうか、かわいいじゃん。名前その秋元隆さんという方の、歌が私は大好きで、カバーを何曲かさせていただいてます。でもそろそろ、カバー曲のレパートリーが減ってきてしまいまして、今まで必ず新しい曲をここでやってたんですが、そろそろ循環になってしまうかもしれません。そんな中で今日は、彼の作曲した歌で夢見させてという曲をお送りしたいと思います。まいりますかな。光が頬を染めるまでここにいる。